ベルリン万世の宮殿。今から50年余り前、アドルフ・ヒトラーはこの建物に政府高官たちを集め、ユダヤ人問題の最終的解決を討議した。その際に作られた報告文書には、ヨーロッパ各地のユダヤ人の数が事細かに記載されている。その数は合わせて1100万人であった。ナチスによるユダヤ人虐殺への道はここを起点としている。この後、数百万人のユダヤ人が抹殺された。だが今、歴史は風化の危機にさらされている。ドイツ民族は罪人ではありません。今に真実が明かされ、我々は解放されるでしょう。アウシュビッツは事実です。二度とあってはならない事実です。計画的なガス処刑だなんて私は信じません。いわゆる最終的解決について、私は関連する文書を見つけ出しました。だがヒトラーは虐殺を命じるどころか、ユダヤ人に保護の手を差し伸べていたのです。少女アンネ・フランクが残した日記には、1942年から2年余り続いたユダヤ人一家の隠れ家生活が綴られている。父さんも母さんも金の根になれないという。でも私は好き。夜に聞くとまるで仲良しの友達みたいにホッとする。当時一家はナチスのユダヤ人狩りを逃れて、アムステルダムのアパートに身を潜めていた。分かって、1年半もこもりきりでいたら誰だって我慢の限界になるはず。自転車に乗ったりダンスをしたり、自由だって気分を味わいたいの。外の世界で何が起こっているか、彼らはイギリスのラジオ放送に熱心に耳を傾けていた。ラジオはユダヤ人の強制移送のニュースを伝えた。オランダでさえこんなにひどいのだから、ユダヤ人が送られていく遠くの収容所はどんなに恐ろしいところだろう。ラジオによるとガス室があって、ほとんどは殺されるらしい。とっても怖い。1944年8月4日、アンネ・フランクの一家はついにドイツ警察に捕らわれた。家族は全員ユダヤ人強制収容所に送還された。両親と二人の娘の名はアウシュビッツのユダヤ人移送者リストに載せられている。4人のうち、戦争終結を収容所で迎えたのは父親のオットー・フランクだけだった。オットー・フランクはアウシュビッツから生還しました。病気にかかってもはや危ないという時に収容所から解放されたのです。彼はオランダに戻り妻子を待ちましたが、やがて彼女たちの死を確信しました。その後、彼は一家が隠れるのを助けた女性からアンネが隠れ家に残した数冊のノートを渡されたのです。オットー・フランクは
娘の書いたものを出版した。アンネの日記は今では各国の言葉に翻訳され、世界中で読み継がれている。アムステルダムにある記念館には日記に感動した人々が全世界から訪れ、ナチが犯した罪の深さを再認識している。だがユダヤ人迫害の象徴となったために、このアンネの日記は果たして本物なのかという論争を巻き起こしている。これらはアンネの日記が本物ではないと攻撃する小冊子や記事です。この手の小さな記事は30年ほど前から時々現れていましたが、ここ数年より大掛かりな刊行物が出回り始めました。ご覧の通り、論文もあれば読み物風のものもあります。このような風潮をもはや放っておくことはできません。そこで私たちの方でも報告書を完成しました。日記をさまざまな角度から検証し、その結果を示して彼らの言いがかりに答えたのです。アンネの日記は風と共に去りるのような作り事です。読む気もありません。参考のために一部目を通しましたが、あんな大人っぽい文章を12、3歳の少女が書くわけないのです。少なくともあれはオリジナルじゃありません。誰かが1950年以降に過失修正を行っていることは間違いありません。戦後もアンネが生きていて書いたのか、別人が書いたのかは知りませんが、いずれにせよあの日記は捏造です。私はアンネ・フランクが友人に宛てて書いたハガキを何枚か手に入れました。1940年頃のものですが、それらの筆跡は日記にあるのとは全く違っています。筆跡をめぐる論争にピリオドを打つため、オランダ警察の筆跡鑑定の専門家が日記とハガキの比較調査に取り組んでいる。アンネが友人に宛てたハガキは切手や消し印の状態から偽造不可能な本物と確認されている。筆跡は年齢とともにわずかずつ変化するものです。これらのハガキと日記の文字はごく自然な変化を示しており、同一人物のものと思われます。比較材料として日記のさまざまな箇所がハガキの文字と比べられた。ハガキに認められる特徴のすべてが日記の文字と共通しています。何ら不可解な点はありません。日記はハガキと同じ人物、すなわちアンネ・フランクが書いたものです。贋作説のもう一つの根拠はこの報告書である。数年前、ドイツのある右翼団体は日記の中にボールペンで書かれた箇所があると主張した。ボールペンは戦後まで使われなかった品であり、もしそれが事実ならば日記の一部は偽物ということになる。権威ある雑誌のシュピーゲルがこの記事を掲載すると、波紋はたちまちドイツ全土に広がった。驚くべき発見です。アンネが生きていた時代にはボールペンなどなかったのです。お分かりでしょう。アンネがボールペンで書いたなんて、まるでゲーテが電動タイプライターを使っていたというようなものです。研究者たちはすでに日記の材質とインクの調査も行っている。右翼団体の主張の根拠はノートに挟まれていた数枚の紙切れだった。ボールペンによって書かれたそれらの紙片は戦後に日記を研究した者のメモだと判明した。明らかにアンネ・フランクの筆跡とは異なります。ということは別の人が書いたものが紛れ込んだんですね。そうです。これ以外にボールペンで書かれた箇所はありますか？このようなメモが数枚見つかっただけです。日記の本文にはボールペンのインクは全く使われていませんでした。
全く。ええ。戦争資料センターが日記は本物だと発表しましたね。やりそうなことだ。日記の全てを公表し、筆跡の鑑定も行った上での結論ですが、どう思われますか？驚くには当たりません。アンネ・フランク財団は金持ちだから、そのくらいはやるでしょう。調査したのは国立戦争資料センターで、アンネ・フランク財団ではありません。あくまで公共機関が報告書をまとめたんです。だが財団の利害が絡んでいますからね。私たちの目的は真実を明らかにすることの一点だけです。調査を始めた時、私たちはとにかく先入観に陥ってはいけないと自分たちに言い聞かせました。感情を排してデータによって証明しなければならなかったのです。戦争資料センターが日記は本物であると証明する700ページもの報告書を出しました。ご存知ですか？くだらんざれ言さ。それだけ？そうだ。私たちの検証結果が反対派の声よりも浸透することを願っています。アンネの日記をめぐる論争がこれほどまでに熱を帯びた背景には、より大きな政治的思想的問題が潜んでいる。日記を否定することはアウシュビッツを否定することへのステップに他なりません。彼らの狙いはナチの罪を覆い隠すことなのです。記憶は薄れます。戦争直後は鮮烈だったイメージも次第に曖昧になるのです。危険なのはそれに乗じて歴史の美化や改ざんが行われることです。膨大なフィルムや資料が語るユダヤ人強制収容所の存在を歴史から消すことなどあり得るのだろうか。ナチズムを信奉するいわゆるネオナチたちは、ユダヤ人虐殺が行われなかったと主張している。かつては大虐殺は事実だと思っていました。だがもはや信じてはいません。科学的にありえないことだからです。私たちドイツ人は政治的な理由からそう信じ込まされ、いいように利用されてきました。今こそ全てのドイツ人は聡明な知性によってそのことに気づくべきです。そして犯罪者意識の重圧から自らを解放するのです。エルンスト・ツンデルはナチスのユダヤ人大虐殺を完全に否定する。その件をめぐり彼はドイツの法廷で争っている。